はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、元気でしょうか。まあ前からね登録してたり、まあ登録してなくてもちょくちょく見てるなっていう、まあチャンネルもあったり、まあテレビなんかでもね長期でやっている番組ってあると思うんだけど、あのアンビリーバブだったりだとか、今何があるんだろう、なんかあるよね、1年以上ずっと続いてる番組、ああいうのでもたまに見て面白いから見てるっていう場合もあるんだけど、まあしばらくね他の番組が面白かったりだとか登録してても、まあ見なかったりとかするんだけど、久方ぶりにちょっと見てみたら、そのチャンネルのね雰囲気が全然違ってたりだとか、雰囲気が全然違わなくてもなんか違和感を感じるとかねっていうのがあったりとかしてて、結局登録解除しちゃったりだとか全く見なくなっちゃったっていう場合もなんかありそうだなと思う、うん、私もなんかたまにあるそれはなんかね違和感を感じると途端に見たくなくなる場合がある、うん、まあ、それが売れてきたからなのか何なのかっていうのは分からないけど、その最初はその芸人さんからこういう体験がありましたとかっていうのをやっていたにもかかわらず、なんかちょっとチャンネル登録者数がね上がってきて、だんだんとまあその芸人さんの体験談もやってはいるけれど、その視聴者さんからの体験談が多めになってきたりだとか、あの前こういうことをやってたのに今やってないなとかさ、うん、前のあれが良かったのになっていうのもあったりとか、あとライブとか、あのまあ 2,3 時間ずっとやるようになってきて、まあ、それも違和感の一つかなっていうのもあるし、その責任者、そのチャンネルの責任者さんなんかもまあ出てきちゃってて、まあ、それもなんで裏方が前に来てるんだろうみたいなさ、っていう違和感もあるんだよね。うん、まあチームとしてやっているっていうのもあるんだろうけど、それでもなーっていうのもあるかもしれない。うん。まあそういうのでちょっと見たくないなーっていうわけじゃないけど、っていうのはあって登録解除になってしまう可能性もあるかな。うん、皆さんどう思いでしょうか。以上です。